こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらヘンリー・ヘンダーソンを使っていこうと思います。あのですね、このヘンリー・ヘンダーソンは星6キャラなんですが、実はめちゃめちゃ当たりなんですよ。星6なのに当たりってどういうことみたいな話だと思うんですが、まず覚醒がね、バインドスキブ封印超つなげし、光列4つ、ボイス、そして超覚醒超つなげし持ってます。はい。で、まあ、強いてなら、副属性が水になってるせいで、まあ、上限解放だけだと42億しか出ないんですね。だから、副属性光変化武器をつける必要があるところが、ちょっとね、使いづらいかなっていうところがあるんですが、まあ、それでもね、光属性初のね、超つなげし生成キャラということで、まあ、やっぱこれ貴重なキャラではあるかなって感じです。はい。まあ、火だったら芝だらね。まあ、水だったらキリミちゃんとか。で、木だったらゲルググとか。ね。闇だったらブラックさんとかいましたけど、光はついにヘンリー・ヘンダーソンが来たって感じです。で、まあ、そのね、スキルがね、6回以上上段2列光生成が4ターンで打てます。はい。なので、まあ、このスキルを打ってずらすだけで、まあ、最速光生成ができて突破していけるという感じになっております。はい。で、もちろんね、副属性まで光の火力が欲しい場面においては、ヘンリー・ヘンダーソンよりも当然ゲルググとかの方が刺さる場面はあるとは思うんですが、それこそ別に副属性の火力がそこまで必要ないダンジョンだったりとか、あとはね、数体変えるだけで問題なく運用できるダンジョンだったら、ヘンリー・ヘンダーソンはね、かなり強いキャラになるのかなとは思います。はい。で、まあね、ゲルググと比べますと、もちろんね、弱点もありまして、ゲルググはね、こんな感じで、スキブ2個に枝豆超つなげし光列3つに、まあ、超学生超つなげしスキブ冬から選べるキャラなんですけど、まあ、ゲルググはやっぱりね、あの副属性が木なんですよね。副属性が木になってることと、あとは枝豆がついてるからダメージ吸収潜在がつけれるっていうメリットはあるんだけど、ある意味枝豆ってタイムを遅くする原因ではあったんですよ。で、ヘンリー・ヘンダーソンは枝豆もないから特にコンボ数も必要ないし、でかつ光列4つに超つなげし刺さもっているので、ここはかなり強いかなと思います。だから、まあ課題点としては副属性が光じゃないことぐらいかな。まあでも普通に優秀なキャラなんでね、まあリーダーとして弱いとかもちょっと弱点ではあるかなと思いますが、まあ今日こちらのヘンリー・ヘンダーソンを実際に周回で使っていこうと思います。じゃあこんな感じです。まずはリーダーサレーネです。超つなげし上限解放にこちら、8連ガチャ並ぶ機継承です。はい。で、ちなみにね、サレーネはね、落ち込んだし、光12個消しで攻撃力30倍、ダメージ激減固定500万持っていて、これをね、リーダーにするだけで落ち込んだしリーダーにできます。なので、バッチで落ち込んだしバッチをつける必要もありません。はい。で、今回ヘンリー・ヘンダーソンはすべて上限解放に、付属性光変化武器つけてあげてます。はい。まあそうですね。まあ今回のダンジョンはね、別にそんな難しくない。スパイファミリーコラボ上級行くんで、まあアシストも自由ではあるんですが、まあ一応今回はね、ちょっと火力出したいということで、副属性光にして火力出していきます。で、あとはフレンドアーネダミアンベッキーですね。こちらも明日ね、あのメタドラカーニバルでまたね、あの動画で紹介すると思うんで、一応現段階での紹介になりますが、バインドスキビオン超つなぎし3つ、光列3つ持っててね。で、まあ、スキルも3ターン上限45億に、上段2列と下段1列光変化が6ターンで打てます。まあ、間違いなくぶっ壊れですね。アーニャダメアンベッキーはもう間違いなく強いです。リーダースキルも7コマスリーダーで、光の HP4 倍、光6個で攻撃力上昇最大50倍と、悪くないリーダースキル持ってくれてます。まあ、正直ですね、このもう、アーニャダメアンベッキーも、ヘンリー・ヘンダーソンもほんの光の超つなぎとしてはかなりの壊れキャラで、周回勢だったらどちらともね、確保しておきたい性能してるかなと思います。はい、まあ、今日はね、こちらの、ね、ダミアン使ってね、ダミアンじゃないですね。アニャドビアンベッキーとヘンリー・ヘンダーソン使って遊んでいこうと思います。まあ、ちなみにこれもちろん周回勢の場合は確保必須なんですが、逆にそこまでガッチャない周回編成とかだったらもう全然使わないと思います。例えば、シバドラで基本的にことだれるんですよ、別に。で、同じくゲルググとかブラックさんでことだれるんですね。だからこれは全然過去必須ではない。周回ガチ勢、本当に全ての周回編成を組みたい人は取りに行く価値はあるけど、それ以外の人は全然スルーしても全く問題ないんで安心してください。まあ、今日は実際にね、使っていこうと思います。やっていきましょう。でもヘンリー・ヘイダンソーはね、本当にもうね、スキル打ってずらしたけど OK なんで。ちょ、このカットインがさ、意外、このスパイファミリーコラボ上級の課題点なんだけど、このカットインがうざくて地味に周回速度落ちるっていう弱点があるんですよね。そう。で、こんな感じで1コンボ組むだけで、この火力を出して周回していくことができます。これがめっちゃ強いんですよね、本当に。そう、ゲルググとかと違って、覚醒5枠調整とかもする必要一切なく枝豆ゼロで殴っていけると。これめっちゃ貴重なんですよ。だから、最速周回キャラとしては本当に優秀な性能してると思いますので、ここはね、かなり評価できるかな。しかもゲルググよりも火力出しやすいんでね。そう、ゲルググは亀裂強化が消えてしまうから、ちょっと火力出しづらいんですけど、ヘンリー・ヘイダンソンは当然1体につきね、光列4つありますから、十分火力も出してくれるというところも、かなり強いかなと思います。はい。ちょっとここ、アーニャダミアンベッキー打ちましょうか。はい。アーニャダミアンベッキーもね、強いです。まあ、2列生成と1列生成があるので、ちょっと時間は遅いですけど、こんな感じで全員45億。超強くない？通常ダンジョンにおいてとか、コロシアム周回とかにおいては、この人1体で135億出せるんですよ。
1体で135億だよ。やばくない？しかも上限解放なくとも一体60億は出せるから、もうその時点で強いんですよね。214だから64億はすでに確定していて、でしかもこのスキルを使ってあげると上限45億になるっていう化け物みたいなキャラですね。間違いなく優勝だと思います。はい、なのでまあこのね、アーニャ・ダミアン・ベッキー自体もリーダーとしてはすごく強いですし、あとはヘンリー・ヘンダーソーもめちゃめちゃ優秀なキャラになってると思います。はい、そしてボスは実はヘンリー・ヘンダーソーなんですよね。はい、ずらしていきましょう。あ、やべ、あの失礼しました、すごいミスをした。必ずリーダーの8連ガチャだろう打ってもらって、はい、リーダー8連ガチャだろう打ってあげて8コンボ加算で半分まで持っていきます。失礼しました、リーダー打つの必須ね。はい、なんか微妙にスキル溜まってないの受けるな、光に打とう。はい、これでしっかり倒していきましょうという感じでした。まあ、こんな感じでね、ゲルググと同じね、速度で生成ができて、しかもね、枝豆なしで光る率つあるところが使い分けできてすごく強いかなと思います。ということで、ちょっとね、分かりづらかったんで、ここからはゲルググ、シバダラと比べてヘンリーどうかって話をしていこうと思います。はい。まずメリットに関しては、やっぱりね、ヘンリーは光る率4つを持ってくれてるところが、やっぱりでかいかなと思います。枝豆0個でね。で、まあ、ゲルググを使う際って基本的に枝豆をね、0個にして使いたいことが多いと思うんですけど、枝豆を0個にする場合、覚醒を5個で止める必要があるんですね。まあ、分かりやすく言うとこっちかな。覚醒5個止めになるんだけど、こんな感じで。亀裂3つと枝豆が消えちゃうんですよね。で、蝶つなげし2個のみになってしまうので、やっぱり火力が下がりがちなんですよ。だから、それに対してヘンリーは枝豆がないことによって覚醒、フル覚醒ができるので、光列4つをね、蝶つなげし2個プラスでつけれるところがでかいかなと思います。特に4体入れる場合ね、光列合計16個分ね、増えるので、すごく強いかなと思う。ゲルグがそこに対して枝豆と亀裂3つが消えてしまうので、これがちょっと弱いかなって感じです。あとやっぱり敵の属性不利を受けないのでかいですね。ゲルググは非属性に対して攻撃力半減ですが、ヘンリーは全ての敵に対してね、攻撃力等倍は確定していて、闇に対して2倍が出るということでね、属性相性を受けないところもでかいかなと思います。ただまあ逆にですね、もちろんヘンリーにもメリットはあるのに対してデメリットもありまして、まあ当然副属性ですね。副属性が水しかないので火力が低いです、やっぱり。なので副属性変化武器をつける必要があることによって自動回復武器がつけられなくなったりとかですね。そう。なんならもう全部光属性変化とかだったらね、アシストも結構制限されてしまうので、そこはね、かなり痛いところになるかなと思います。なのでゲルググと比べた場合はやっぱり副属性の火力のね、力のなさっていうのがね、明確にデメリットとして上がるかなと思います。はい、なのでそういうところはゲルググの方が強いですね。で、続きまして、シバダラとの比較になるんだけど、まずやっぱ明確にでかいのは、ヘンリーは変身不要なんですよ。もう最初から4ターンで6解除光生成ができるんだけど、シバダラはね、17ターンの変身をしてから、あとはね、下段2列非生成になって、これが3ターンスキルということで、まあどうしてもシバダラはね、変身の時間がかかる。まあみんな知ってると思うけどね、もう当たり前だけどね。まあ、変身の時間かかることによって、ヘンリーの方が早いかなと思います。はい。で、さらにはね、シバダラはどうしてもね、水属性に対して攻撃力半減を食らいますが、ヘンリーは敵の属性不利の影響を受けませんので、問題なく周回できるところが強いかなと思います。はい。あと、ヘンリーね、6解除がありますので、まあ、これゲルググもね、同様にあるんですが、ヘンリーとかゲルググとか6解除生成になっているので、敵が盤面ロックをしてきた際に関しては、これで最速処理ができますし、そう、6解除処理でね、かつ光生成ができるところが強いと思いますしね。で、まあ、逆に敵がロックしてできてない場合に関しては光2列のみしか発動しませんから、シバダラと同じところで周回できるということで、まあ、メリットしかないかなと思います。はい、ただですね、やっぱりヘンリーデメリット、副属性に光がないのでどうしても火力が低いです。まあこれはもう当たり前ですね。副属性光がないのでシバダラに比べるとどうしても火力が下がってしまうところ。あとはシバダラはね、変身後3ターンスキルなんで3体でループできますが、ヘンリーは4体必要になります。なのでこういうところがデメリットに上がるかなとは思います。なので、まあ、ゲルググシバダラと比べた場合にもですね、どちらともにいいことがありまして、逆に言えばヘンリーもその二人に勝ってるポイントもすごく多いんですね。ただやっぱり副属性の光がないというところが火力減少の原因になっていますので、まあ、そこをどう補えるかっていうところで評価変わってくるかなとは思います。まあ、どうせね、それを簡単に補えるような武器も後々追加されていくとは思いますが、現状だと別にシバダラゲルグがあれば、まあ、そこまで、このヘンリーを無理に確保する必要がある場面っていうのはないのかなとは思いますが、もちろんね、周回ガチでやってる人はもっと多ければ最強クラスのね、周回キャラなんで、ぜひ光の蝶つなげし枠として確保しておいてあげてください。はい、ということで今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価、お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。